あ、いきます。はい。第1問。よーい、スタート。はい、はい、はい、耳ち詳しくね。そう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 。え、なんかさ、わかんないけど。わかるけど、わかんない。それはあれなんだけど、ね、特定はできなくない？わかんない、はい、お、すごい。 え待って。え、ガッツ？どうぞどうぞ。惜しい。惜しい。え、惜しい。ほぼ合ってるじゃん。こういうこと。まだ見たい、まだ見たい。もうちょっと、どこが来るかな。これ言った方がいいかな。でもめっちゃ惜しいんだよな。惜しい。正解だから。はい、どうぞ。え、何？ちらほらしてたんや。何もわからん、まだ。え、何も、今ゼロだ。これがさ、いや、知ってる、邪魔してる、知ってるあれなんだけど、うん、何がそれなんだ。ねえ、だね、だね、ちょっと見よう見よう見よう。 CBC ラジオ夏祭りのみたいなね、はい、惜しいですね。次行きます。もう何なんだ。え、答えたい。はい、はい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 、まだ見させてない。どうどうどう、それで何をしてんの。どうどうどう、そうそう、え、正解。何何、どう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 、分かった。もう一回言っていいですか。はい、ちょっと、正解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 、はい、ナンバー、楽勝だったね。ね、あって、もうちょっとくれ。え、わかんないよ。なんか見当つく。寝るかわいいじゃないです。はい、いきますよ、はい、あと一人だからね。はい、はい、ファイトです。はい、え、大家さん、わかってんだよね。何何何を、詳しくが難しいんよ。詳しく話したつもりなんだけどな。でもネイルかわいいではないらしい。あー、ネイルじゃなかったか。 CBC ラジオ夏の祭りでみんなで足を見せるやつじゃないです。あー、え、惜しい。だから惜しい。それが何なのみたいなね。え、いけるいける。ほぼ正解だから。違う、言うときやさ、違う、ちょっと待って。じゃあ言うときやも取ったけど、もう合ってる合ってるけど、そのいけるよいける。何の写真だよ。もうもうもう分かるでしょ。はいはいはい、分かる分かる。何を答えたらいいの。あの写真高くよ。みんなで足見せてるじゃないですか。どういうこと。どういうこと。足見せてんだけど。足見せてる。これ足見せてる。何の写真なのっていう。他には注目ポイント。いくよ。もう分かってるでしょ、この何の写真か。もう何の写真、何の写真か分かるけど、え、ちゃんと言って。だから、うん、ね、ど、何の、いつ、どこで。え、いつよ。あ、いつ。え、大家さん、いつ。え、 CBC ラジオ夏祭りの本番前にテントでみんなで円陣を組んでる写真。足とかはいらないですよ。円陣組んでる写真。円陣組んでる写真。あ、すごく可愛いのはありがとうだけど、円陣組んでる写真。エンジン組んでる写真。正解。はい、終了です。今では、じゃあ最後までね、最後まで見ててください。え、よかった。ネイル見せてないじゃん。ネイル見せてないやつだしね。はい、ということで正解はわこれですね。え、2023年 CBC ラジオの場所でのエンジン、靴、あ、こういう感じでね。なるほど、はい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 、こういう感じで掴みました、掴みました。こういう感じで攻略攻略。はい、一旦ちょっと待って、あっちゃん3点、ゆうちゃん2点、せなちゃん1点。よし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 、はい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 、大体掴んだ、大体掴んだ。ここから取り返していくよ、取り返していくからね。いけるいける。はい、ということで、じゃあいいね、商品あるからね。やった、負けたくない。ほなほな、ガチよ、負けたくない。じゃあいきますよ、じゃあ2問目。はい、いきます、ゴー。何、ほら右下。お、え、はい、え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 、なんで、すごくない、思い出大臣だもん。あかりちゃんってなんか思い出大臣じゃない。あー、違う違うけど、え、これ何、違うけど惜しい。すごいわね。頑張ればなんか区役所とか言われても。えっとね、これはね、受付だね。ヒントとしますと、ゆうちゃんとつぐが入る前だから、ゆうちゃんとつぐはめっちゃ詳しくなくて大丈夫。もうそれって分かれば大丈夫。私たち詳しくない。いきますよ。そうそう、はい、分か
どう？え、見覚えない？ない。いや、うん。え、海って書いてある。はい。え、ね。はい。じゃあ、はい。何これ正解正解せなちゃん、追いやられちゃった。はい、
じゃあ4問目いきたいと思います。みんなどう？みんなは分かってる？分かんないよ。全然覚えてないじゃん。分かる？じゃあ4問目からいきますよ。はい、ゴー。はい、はい、待って、それはすごくない？もう知ってんじゃん。一緒にしてもらう。なんで私一人で作りました。ありがとうございます。どう夏合宿の体育館じゃないです。え、でもちょっとそれはあっちゃんも知らないことあるじゃん。これもなんですけど、これもゆいちゃんとすぐいないので、あ、わかんない。人が分かれば、あ、人が大事なのね。わかんない。いきますよ。ゆるキャラとかかもしれない。あ、なんだなんだ、これどこ。はい、はい、あ、え、あの手は、はい、あっちゃん、どうできますよ。はい。で、時期はこれ夏です。あれだ。どれ？この時だ。違います。え？はい。ネモハモじゃないです。はい。ざわざわして。ざわ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 。近くで見るんだ。あっちゃん割と遠かった。何の？なんだ。でも人の大事って言ってもらっていいですか？これはどこだ？あ、当てそう。結構長いな、名前。ね、長い。さっきまでちょっと短かったからさ。結構細かく言ってるんだ。ね、あ、当てそうじゃない？あ、お、細か。お、正解！そう。すぐゆうちゃん、誰か。行っちゃいたい。行っちゃおう。なやちゃんじゃないです。なんで？休中だからダメなの？ダメではないよ。ダメではないよ。じゃあ行きます。靴下。じゃあ分かった。じゃあヒントね。この今出てんのがあっちゃんです。分かった。あっちゃんともう一人います。だからつくとゆうちゃんは誰がかが分かれば。え、誰だったっけ？そう。え、何中？完全でいいですか？いいよいいよいいよ。いけいけ。どうして？どう。正解！誰だったっけ？ゆかちゃん誰だっけ？なんで？はい、いきますよ。何だったっけ？はい。わかんない。場所がどこかも分かんない。場所はわかるんだけど。これは持って。これはすごいね。すごいね。見覚えのあるズボン。ズボンだね。なんだろうな。どう。え？リコちゃん？違います。リコちゃんは赤だよ、ズボン。いや。人だけのつぐというじゃん。あなたたち思い出あるんだから。何してるの？ザワワワザワワワワワ。違います。桜は春じゃないです。夏だって言ってる。そうやんか。早くね。じゃあいきますよ。見たい。え、何？この足はもう足がわかりやすい。人はわかる。え、もうやばい。終わるよ。ここどこ？シューズもわかりやすいし。待って、あの、もう詳しい場所は大丈夫。そう、このふくらはぎ開けていい？待って。何の時に誰が何をしているで。ざわざわ夏で、バブで。夏と言ったらあのやつや。もう開けるよ。ざわ開けてもいい？ゆかちゃん、すぐちゃんこのズボン分かるでしょ。そうやって。だって根元もじゃないんでしょ。このうち夏だと思って。このふくらはぎ。正解。じゃあせなちゃんです。いいな。え、いいの？分かんない。はい、ということで。え、知らない？何の時？エティタイティ MV 撮影で横たわる太田とナンバーです。 MV だ。めっちゃ懐かしいんだけど。懐かしい。ロイチティ先生眉毛アクテルってね。そうだよ、アクテルね。監修してますよね。そうか。だってこれあれだよ、あの公園の階段でさ、アイス食べたやつ。そう、はいはいはい。さっき食べたアイス組はいた。はい、アイス組にいた。あと、あ、海組か。そうです。あ、そうだ。これなんかありますかね、アルバムとかに。よく見る2人だね。
もうセラちゃん完全に寝てますから、寝てるね、疲れちゃったね。よく見る光景だよね。うん、そこら中で転んでるからね。そうそうそう、はい、ということで、可愛いのが手つないでる、ね、手つないでる可愛い、それが可愛いんだ。はい、おお、あ、え、ね、あっちゃん8点、せなちゃん7点、うん、やばいやばいやばい、ゆうちゃん5点、ふうな2点、つぐ1点、ゆか0点。はい、一番さ、全部知ってるの。逆転逆転、逆転から思い出がありすぎるのかな。逆転、そうそう、終わっちゃうな。はい、え、でもこれは正当に行きますか。最後の正当いいよ、逆転チャンスしようよ。ゆかちゃんは商品チャンスならず。あ、逆転じゃないか。いや、でもゆかちゃん最後もちゃんとチャレンジしてくれ。でも最後ね、1番だったらね、はい、そうか、いいんじゃないって感じになるんじゃない。見たらよ。じゃあ、最後の問題に行きたいと思います。はい、最後はそうだな、あの、ゆうちゃんとつぐは入る前なんだけど、うん、はい、だけど、ちょっと分かってほしいなって感じですね。なるほど、はい、答え当てたい。じゃあ、行きましょう。最後、皆さんも考えてくださいね。最後か。はい、どうぞ。すぐ前、青い、ほうほうほう、あそこじゃない。なんで分かるの。どう、あ、お、お、お、でも見覚えのある足だ。分かんない、まだ、まだ分かんない。一回止めます。一回止めました。分かりました。分かった。まだ、穴みたいなやつはなんだ。左下も分からんな。あれ、でも、なんか2個あるからちょっとまだね。1人なのか2人なのか。じゃあ、でも、まあ、ちょっと進めるか。分かりました。そう、足は知ってる。足は分かる。うん、足はなんか青つなぎのね。あ、あの頃の靴だ。あの頃の靴ってことは。あの頃の靴だね。そうですね、靴が白になる前です。うん、なんだ、いい、いい、進めるよ。うん。そうだな。はい。じゃあ、あの人がいて、はい、じゃあ、お、ざわ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 、あ、分かった分かった、足なの、頭じゃないんだよね。上に足、ああ、足じゃん。頭、どういうこと？縦に取ってるってこと？どういうことか、違う。え、なんなんだよ。惜しい。あれ、分かる。惜しい。じゃあ、じゃあ分かる。ラジオ女子チャンネルの撮影です。分かる人。ラジオ女子チャンネルの撮影、分かった。ラジオ女子チャンネルの、あ、すぐ？はい。すごいぞ。見たのかな？笠原さんの足つぼじゃないです。全然違う回です。でもあったな。え、結構再生数いってるやつね。もうちょっと見たい。ラジオ女子チャンネルで、はい、メンバーが、うん、太田、うん、南波、水野です。水野だ。だからこれ、うん、答え関係ないですよ、うん、まあ、太田、南波、水野の回で、あかりの足だもん。で、あ、まあ、でも、です。水野、太田、南波。はい。あ、分かった。分かった、分かった、分かった、分かった。なんだ。ざわ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 。セナが蛇にガーって巻かれてる？うん、違います。はい。え、ゆかちゃんは。ざわ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 。セナじゃないです。ざわざわ。え、でももうさ、そうなってくると3分の2なんや。じゃあ、もう、うん、え、行っていい？どうぞ。あ、じゃあ、あ、この、これが分かったぞ。ね、それがどういう競技？ザワ、競技名言ってください。ザワ、ザワ、ザワ、競技名、はい、さよなら。ザワ、あ、つむちゃん、はい。え、プロレスじゃない。めっちゃ見てんだけど。マイクパフォーマンスね。サーヤちゃんの回好きだな。ザおお、うんうんうん、あ、これ大丈夫。そうです、はい、正解。正解、はい、あっちゃん。ザワ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 、うん、正解。え、わかんない。ここ見たい、ここ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 、
っそ。はい、誰かの足。ザワだね。はい、あ、ザワだね。え、これ色が、え、色が、これやばい。ここ開いちゃったらもう終わるよ。終わるよ。はい、何、何、正解。あ、いやでもなんかね、あのこちら動画がありますんで、あ、もう本当にやばかったけど、これ、いや本当に、わあったね、なんか阪神ヘビ短距離走、はい、では行きましょう、水野ふうなちゃん、よーいスタート、はい、いいペース、いいペース、あ、目隠しになった、目隠しになった、すっごい鼻を潰されてて。シンプルに巻きつかれてない？ああ、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 ゴール！頑張った頑張った。死にそうじゃん。死にそう。おまけ。何？阪神ヘビ短距離走。変わります。すごい張り付いた笑顔ね。めちゃくちゃ今張り付けたね笑顔を。そうだね。あれ、ヘビ触った経験は？あります。もう涙がこぼれてる。あー、ということで、ラジオ女子チャンネルでの阪神ヘビ短距離走でした。あった、これは終わった後リーダーとね、ハグしたもんね。みんなで抱き合った。ロケがね、大須編だったんですよ、うんうん、あのいろんな名古屋の、うん、愛知県の町をロケするんですけど、この日が大須編で、大須さんだ、次、そう、大須さんでロケさせていただいた時に、はい、次のロケの場所は私参加するところだったんで、うん、行ったら、出てきた3人が出てきて、3人が出てきてで、私、お疲れってさ過酷でね。で、これが校長のツイッター X に載ってる。上がってる上がってる上がってる。掘ればあるんだね、うん、掘ればある。顔見て安心したんだよな。そう、懐かしいね。目合った瞬間ボロボロ泣けた。それまで敵ばっかりだったから。頑張った。どういったと思って。セナがあの爬虫類ね、うん、あの好きじゃん、ね、そう、好きだけど昆虫とか食べたりもあって、タガメが本当にタガメね、きつかった。それでいけましたけどね。ね、あの YouTube 上がってるのでラジオ女子チャンネル検索してこれの回だけしてください。だけ。まあいろいろ見ない方がいいからね。はい、あのみんながかわいそうで、うん、なっちゃうからね。うん、はい、見ないでください。あれだったな。ということで、さっき誰が来た？はーい。あ、そうだね。赤い風の粒。赤い風の粒だね。はい。ということで結果発表。わー、じゃあ最下位からいきますか。はい、最下位。最下位誰だろう。最下位見当もつかない。はい、6位は最下位ゆかちゃん、ゼロ点のゆかちゃん。はい、次5位2点つぐちゃん。検討検討。頑張りました。同点3位。同点3位で5点、ゆうちゃんとふうな。おー、じゃあ、大学生と中学生って感じ。第2位、はい、7点、せなちゃん。はい、ありがとうございます。そして1位は、じゃん、10点、あかりちゃん。すごいよ。3点、3点、2点、0点、2点みたいなね。パンチです。ということで、商品の、じゃあ、勝ったあっちゃんには商品があります。はい、はい、取り、自分で取りに行くかな。冷蔵庫に入ってる。あ、冷蔵庫、あ、あっちか。じゃあ、後で、あとで、なんだ、今取りに行って、じゃあ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。こっちの、こっちの冷蔵庫じゃないって。あ、上だって。あ、あっちか。遠いんだよ。じゃあ、あの、なんか、ツイッターに載せてください。楽しみ。あ、商品は、バスクチーズケーキでーす。わぁ、すごいじゃん。いいじゃん。私は、その、もらえるチャンスなんてないんだから。一緒に、みんなで食べようよ。
そうだよ。一緒に泣いた。はい、ということで。やめて、カッコ震えやめて。一緒に食べようよ。食べようよ。ということで、あちゃ1位でした。イエーイ。おめでとう。以上、ちょこっとめくって当ててみてでした。イエーイ。